様、こんにちは。三鷹市長の清原恵子でございます。今日は17回目となりますモンジャーニクリスマスコンサート。冷たい雨が降り始めましたけれども、もう会場にはたくさんのお客様で、12月の冷たい雨も何のそうでございます。皆様、私たちは去る3月11日の東日本大震災を経験して、今なお被災地では多くの皆様が困難な状況にある中、皆様が思いを馳せつつ、まず自らが健康でしっかりと大地に足を踏んで生きていくこと、それが被災地の皆様にとって大いなる応援になると私は確信しています。このモンジャーニコンサートはソプラノ歌手でいらっしゃる宮崎京子さんをはじめ、陽気な仲間の皆さんが私たちに親しみある歌声を聴かせてくださり、ピアノであるとかチェロであるとか、さまざまな楽器を通して私たちの心の奥底に潜む疲れを癒してくださいます。あの東日本大震災というのは、私たちに改めて命の大切さ、家族の大切さ、地域の大切さ、支え合うことの大切さを教えてくれているように思います。このクリスマスコンサートを通して、皆様が改めてこの1年を振り返りつつ、来たる来年に向けての思いも巡らせていただければなと思います。今回この取り組みを主催してくださる皆様におかれましては、むしろこうした厳しい年だからこそ、皆様により良い音楽を、歌声を通して、命の力、生きる力、家族の力、地域の力を感じていただこうと企画されたと承知しています。どうぞ皆様、今日お一人で来られた方も、お隣同士席を並べられた方は、今日から知り合い、お友達です。どうぞ、休憩時間などお話をしていただきながら、モンジャーニコンサートを通じて出会いがあれば、私も応援させていただいているものとして心から幸せに思います。それでは皆さん、これからますます寒さが厳しくなりますが、どうぞ心を温かくされて、お風邪などを召しませんように、未来に向かって皆様のそれぞれのお力を向けていただければありがたいと思います。今一度応援させていただいているものとして、今日このコンサートに参加してくださった全ての皆様に感謝し、このコンサートを企画し運営してくださり、この舞台で素晴らしい音楽を聴かせてくださる皆様すべてに感謝してご挨拶といたします。どうぞ皆様、ごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。Thank you.
日はモンジャーニのクリスマスコンサートにお越しくださいまして誠にありがとうございます。2001年に始まりましたモンジャーニのコンサートは5年前より年に2回の開催となってご好評をいただいておりました。しかし今年は3月に起きた震災のため5月15日に予定していたコンサートを中止させていただきました。楽しみにしてくださっていたお客様には大変申し訳ありませんでした。ということで本日は1年ぶりにお目にかかります。お待たせした分今回のコンサートはいつにも増して良い音楽をお届けできるよう努めてまいります。オープニングにお送りいたしましたのはアメージング・グレイスでした。それではメンバーをご紹介いたしましょう。去年の初夏のコンサート以来2回目のご出演です。サキソフォン滝上典彦、2年ぶり4回目のご出演となりましたチェロ山本雄之介、ピアノ今野菊子、ソプラノ宮崎京子。今回はこのメンバーでお送りいたします。そして司会進行は私桑島美由紀と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。オープニングに続きましてはアベマリアを2曲お送りいたします。多くの作曲家がアベマリアという曲を残していますが、どのアベマリアにも共通して感じられるのが年末の厳かな雰囲気ですね。アベマリアとはそもそもラテン語でこんにちはマリア、おめでとうマリアという意味だそうです。最初にお送りするアベマリアはカッチーニの作曲として知られていますが、実際のところはロシアの音楽家ウラジミール・バビロフが1970年頃に作った曲だそうです。バビロフは自作の曲をバロックやルネッサンスの作品と称して発表することがよくあったそうですが、この曲は当初作者不詳とされていました。それがバビロフの死後発売された CD でどういうわけかカッチーニ作曲となり、それがすっかり広まって今に至っているようです。マスカーニのアベマリアはオペラカバレリア・ルスティカーナの間奏曲にマッツォーニが歌詞をつけたものです。器楽的で歌曲には向かないとされていますが、苦悩の中で聖母マリアに慈悲を求めるという歌詞が美しい旋律に力強さを与えています。それではカッチーニとマスカーニ2つのアベマリアをお聴きください。Thank you.
としてはトスティの歌曲をお送りします。トスティは1846年イタリア生まれ、先ほどのチャイコフスキーとほぼ同年代の作曲家です。大規模なオペラこそありませんが、甘美なメロディーの歌曲をたくさん残して今も声楽ファンを虜にしています。最初にお送りする理想は、端正な曲調に乗せて理想な女性に向けた熱く情熱的な言葉が並んでいます。2曲目の可愛い唇はナポリ方言で歌うナポレターナ。京子さんのイタリアの先生グリエルミ先生はお母様がナポリ出身とのこと。本場仕込みのナポリ言葉で歌います。トスティの理想、そして可愛い唇、2曲続けてどうぞ。Thank you.
を弾き、3歳で作曲、10歳で演奏会を開き、16歳で交響曲を書くなど、モーツァルトに並ぶ神童と言われていました。生涯にわたり非常に多くの作品を残して、1921年に亡くなっていますが、オーボエソナタは彼の人生最後の年、なんと86歳の時に作った曲ということです。このオーボエソナタを今日はソプラノサックスで演奏するわけですが、サックスは19世紀半ばに誕生したとても新しい楽器なので、サックスのための曲というのが少なく、他の楽器用の曲を拝借して演奏するのはよくあることだそうです。しかし、曲と音色の相性は本家の大声をしのぐことで、拝借などといっては罰が当たりそうです。大声ソナタ、ソプラノサックスの演奏でどうぞ。Thank you.
ましてはカンツォーネをお聴きいただきましょう。イタリア人なら知らない人はいないと言われているのがガスタルドン作曲、フリック・フロック作詞の禁じられた音楽です。口づけしたい君の黒髪に、君の唇に、君の瞳に、そんな甘いメロディーが夜元バルコニーの下から聞こえてくる。母さんは私が歌うのを禁じているけれど、今は母さんがいないから私は歌う。私を虜にしたそのメロディーを。恋人たちの甘いセレナーデです。禁じられた音楽お聴きください。史上屈指の人気作曲家であるドボルジャークが39歳の時の作品です。かつて母が教えてくれた歌を今度は自分の子供に教えるという万国共通の情愛が込められており、そのため彼の歌曲中で最も広く親しまれています。ソプラノで歌われることが多く、モンジャーニでも京子さんの歌でお聴きいただいたことがありますが、今日は山本雄之介さんのかっこいいアレンジでお届けします。
楽しみいただきましょう。母が教えた毎週歌、もんじゃ煮トリオの演奏です。お聴きいただきましょう。ヴェルディやプッチーニと同時代を生きた作曲家カタラーニ。オペラ「ワリー」は1800年頃のチロル地方を舞台とする全4幕の恋愛悲劇オペラです。さようならふるさとよは第1幕において愛する人と一緒になるために家を出る決意をしたワリーが歌うアリアです。情緒的な旋律で大変人気があり、今もコマーシャルや映画に使われることがあります。このオペラを大変気に入った指揮者のトスカニーニは自分の娘にワリーと名付けたほどでした。オペラワリーよりさようならふるさとよ、お聴きください。Thank you.
そこでずっと続いてきた人々の営み、誰もがずっと続いていくと思っていたその風景。2011年3月11日、私たちは想像をはるかに超えた過酷な現実を目の当たりにしました。一瞬にして引き裂かれた多くの命、町、風景、そしてその未来、いや過去までも。悲しみ、苦しみ、痛み、どんな言葉でも表現することのできない込み上げてくる絶望感を抑えきれませんでした。自然の懐に抱かれて生きるすべてのものの定めとはいえ、まもなく9ヶ月、復興に向けて着実に進んでいることもあれば、まだまだ予断を許さない状況もあり、複雑な思いが交錯します。2部の最初には、この震災で亡くなられた方々への鎮魂の思いを込めてお送りします。谷村新司、群青。Thank you.
気分を変えてお楽しみいただきたいと思います。懐かしい風景を思い出すような曲、貧しくも心豊かだった時代の曲を織り交ぜながら元気な気持ちを取り戻していきましょう。それではクリスマスメドレーをどうぞ。
曲、懐かしの映画音楽をお楽しみいただきましょう。1961年に公開された映画ティファニーで朝食を、原作者のトルーマン・カポーティは当初マリリン・モンローを主役に据えることを条件に映画化を了承しましたが、モンローは娼婦役を嫌って出演を拒否、急遽主役に選ばれたのがオードリー・ヘプバーンでした。もしもモンローがそのまま主役を務めムーン・リバーを口ずさんでいたら、全く違った作品になっていたことでしょうね。そして永遠のヒロインがヘプバーンなら、世紀の2枚目俳優はアラン・ドロンですね。彼は映画祭が行われるカンヌの街を歩いているところをハリウッドのエージェントにスカウトされて銀幕へのデビューを果たしました。彼を一躍スターの座に押し上げた映画太陽がいっぱいはニーノ・ロータの哀愁あふれるテーマとともに大ヒットしました。それではムーン・リバー太陽がいっぱい2曲続けてどうぞ。Thank you.
後の妻となる節子との出会いでした。その頃は気もつかざりし、鼻違いの大きほどかな昔の恋文、熱い思いが先立ってか恋文の母女を懐かしむ句が悲しき玩具に残されています。19歳で節子と結婚、しかし定職のないまま若くして一家を背負うことへの重圧からか、卓木は結婚式に現れませんでした。花嫁の節子は一人堂々としていたと言われ、結婚を思いとどまるよう諭す友人には、我はあくまで愛の永遠性なるということを信じたく候と返しています。その後も卓木の遊興による借金苦に加え、健康の問題など困難ばかりの結婚生活は卓木が26歳で亡くなるまで続きました。そして節子も卓木の後を追うように、翌年同じ肺結核でこの世を去るのでした。砂山の砂に腹ばい初恋の痛みを遠く思いいずる日、この句は函館の大森海岸に横たわった時の砂の感触を節子との初恋に置き換えて読まれたと言われています。詩人野上彰が書いた詩に小林秀雄が感動を覚えて曲をつけたのが、合唱曲としてのみならずピアノ曲、歌曲としても有名なカラマツです。カラマツの秋の雨に私の手が濡れる、カラマツの夜の雨に私の心が濡れる、メロディーをご存知の方はお気づきになられたでしょうか。言葉の抑揚とメロディーが見事に調和しています。作曲の小林秀雄はこう言っています。詩と音楽的な構成がピタリと一致し、その上で品格と大衆性を兼ね備えたこの作品は一つの理想体である。実際言葉の仕事をさせていただいている私も、この曲の整った美しさには聴くたびに感心させられています。初恋、そしてカラマツ、ふるさとの風景をお感じください。Thank you.
師走のお忙しい中ご来場くださいまして本当にありがとうございます。こうして最後までお付き合いいただいたことを感謝申し上げます。この感謝の気持ちを込めてモンチャーニーからのささやかなクリスマスプレゼントにこの曲をお届けいたします。オーホーリーナイト、英語のタイトルで世界中に広まりましたが元はフランス生まれ、日本では賛美歌としてさやかに星はきらめきという題名がついています。作曲したのはバレエジゼルで知られるアドルフ・アダム。発表当時は教会筋から音楽性に乏しく全体として宗教的精神に欠けていると酷評を受けましたが、万人に親しまれる旋律は国を越え世紀を越えて歌い継がれています。オーホーリーナイト、今日は日本語と英語でお送りします。それでは皆様、良いクリスマスをお過ごしください。
本日はこんなにたくさんのお客様にいらしていただいて感謝しております。ありがとうございます。ちょっと今エヘムシが入ってしまった。実は私この5月に中止いたしまして、3月11日の震災、大変私たちは何をしているのかというのをすごく自問自答してまいりました。まあとにかく何をしていいかわからないまでも、たまたま9月に宮城県の被災地を、見て回ることができました。その時に、何とも言えない、もう何もないその風景を見て、ただ私は泣いていました。多分もしかしたら YouTube で見てくださってる方がいるかもしれませんけど、その様子、本当に6ヶ月経ったその時でも何も復興していません。帰ってきてずっと考えてました。先ほど清原市長がおっしゃってました。皆さん、お隣の方、お知り合いになってください、そういうことだと思います。私もその隣にいる人、必ず笑顔で挨拶し、家族、ご近所、同じサークルをやってる方、お仕事の仲間、顔も初めて会った方も、もし目が合ったら挨拶し、多分それが絆じゃないかなって思っています。本当に私たちは多分この震災からの復興をするために、まずはこの現実を忘れないでずっと支援し続けなきゃいけないかなと、それも思っています。ちょっとしんみりしちゃいましたね。次に歌うのはもうフィナーレです。見上げてご覧よりの星を、これ何度もお話ししました。定時制高校の人たちが、仕事をして勉強して帰る道すがら、夜の空を見上げて輝く星に、自分たちもそんな風に輝きたいと思っている、そういう時の歌です。私たちも演奏家として震災のことも含めて輝く星でいたいと思っています。どうぞお聴きください。見上げてごらん夜の星をです。Thank you.
今日は昨日までだったらすごいいいお天気だったんですけど、今日は雨が降ってって先ほど聞きました。お星様見えました？なんかお星様見えるのと見えないのでちょっと違うかもしれませんけども、やっぱり星になりたいなって今も歌いながら思ってました。さて、せっかくなので皆さん、字が小さくありません？見えます？変換鏡なくてもいいです。大丈夫ですか？せっかくのクリスマスですので、よしこの夜を皆さんと一緒に歌いたいと思っています。見えます？大丈夫ですか？本日はありがとうございました。また次回5月の予定ありますので、その時まで元気に元気な音をまた見せてください。